こんにちは。アマゾーシスサポーター、堀秀夫です。12月2 6日、クリスマスイブ。で25日、クリスマス。そして、26日がボクシングでと。まあ、このあたりがね、オーストラーアマゾンの一番の山場なんですけど、まあ、それを前にして、1日の売り上げ1000ドルを超えましたというご報告をいただきました。このように、1日で1059ドル、オーストラーアマゾンだけで売れています。でその前にね、 12月の5日に、過去30日の売り上げいただいたわけなんですけど、この時はね、オーストラリアとシンガポールを足して1万412ドルと、1日約350ドルだったんですけど、3倍に伸びたと。12月26日、ボクシングデーでどれだけ伸びるか楽しみです。12月に入っても売り上げが伸びていない場合は、次の項目をチェックしてください。FBA 在庫が適正か インベントリープランニングで在庫切れはないか、長期在庫はないかチェックしてください。あるいは悪い評価がついて削除し忘れてないかチェックしてください。これどちらも該当して,て,な,いしてない場合ですね、えー、商品探しが不十分だった可能性が高いです。来年は売れて稼げる消費をもっと増やしましょう。また商品探し等についてはね、お気軽にご相談ください。アマゾイスサポーター、堀秀夫でした。